お疲れ様です。即価塾のコブです。毎日爆上げコインがあります。それが仮想通貨の業界です。だいたいですね、トップ1000をマークしておけば、その中で10個か20個ね、もう爆上げコインがあるんですよ。ですんで、宝くじを買うよりはかなり確率のいい、そんな勝負になると思います。しかもその中で上位のコインは、例えばね、価格が2倍、3倍、5倍、10倍になったりしないんですよ。 例えばトップ100ののコインっていううはそういうふうには上がりません。ですので程よいランキング例えば500位から800位ぐらいその間のコインを1つずつ調べ上げて調査して価格を見ていけばその中で1日にして3倍5倍まあ少なくとも2倍とかね1.5倍とかっていうのは毎日見つかるんですよねじゃあ今日はどんなコインがあるんでしょうか見ていきましょう、はい。チェックするのは、 コイインゲッコというサイトですでそして見るのはこちら最大の上場企業って書いてますよねこれは何かっていうとこの24時間で最も価格が上がったコインはどれですかっていうことでトップ3まで出てるんですよですんで今日もですね通るっていう暗号通貨が168.4%の上昇になってますよねこれすごいですねでアークブロックっていうのもほぼ2倍になってるわけですよでフォービー BTC っていうのは割と有名ですけども、これもね、60%増になってますね。はい。あ、ここ間違えましたね。60%増ですね。まあですんで、100万円が160万になったこっちも同じような感じです。こっちは100万円が268万になったみたいな感じでね、ものすごく上がってるわけですよ。しかもこれ1日でですからね。よく怪しいネットワークビジネスで、日利何パーとかあるでしょ。これ現実ですから。ね。 こういうのを日々紹介してると、ああ、すげえなぁと思いませんか例えば通るってのは、どんなコインでしょうかねランキングでは785ですよ。だから、500位から800位までのコインを中心に見ておけばいいっていうものに、真っ向はハマりますよね。通るっていう暗号通貨。ね。こんなに上がるんですよ、1日で。ボーンと。例えば1年で見てみましょうか。ね最近乱高下が激しいですね、これね。 だから、250円以下だったら買いで、で、それ以上なら売りっていうふうに考えてもいいんですよね。今の価格687円でしょ ?250 円以下で買いだったらどうですかね、数日とか数週間のうちに7、800円になるわけですから、あっという間に資産が2、3倍になるんですよ。で、250円の以下の時に買った金額が、じゃあ仮にゼロになったとしてもそんなに痛いですかってことですよね。え例えば、 25万円ね、買ったとして、それが3倍になると一気に100万になります。25万が0円になるのは確かに痛いですけども、見てください、これ。0円同然になってもそこから復活してきてるわけですからね。すごいでしょはい。じゃあちょっと戻りましょうか。で、今度は、こちらですね。アークブロック見てみましょうか。こちらはランキング738位ですね。まあだから、700位台が結構有望だってことですよね。 これが24時間の推移です。ああ、すごい値上がりしてますよね。1年で見ると、昨今の上昇ぶりがすさまじい、急騰してますよ。今85円ですけども、今年の夏とか秋とかまでは20円以下だったわけですからね。4、5倍になってるわけですよ。アークブロック。ね。それから、不帯ですね。不帯 BTC。こちらは、 126位と割と上位の有名コインです。これのコインなんて分かりやすいですよ。ほら。定期的にガクンと上がってガクンと下がるみたいなことを繰り返してるわけですから、これは利益が取りやすいですよね。だから、600万円以下だったら買いで、700万円以上だったら売りってやっとけばいいんじゃないですか。呼吸のようにこれ繰り返してますからね。そんな感じでございます。はい。 仮想通貨いかがですかこれは稼ぎ方の一例です。まだまだやり方あるんですよ。どのやり方で稼げるかに関わらず手間がかかりません。ただし、ただしですよ。課税対象額でかいですからね。だから儲かったからといってあまり儲かんないですよね。その辺上手にやるとあなたの資産形成の力になれるんじゃないかなと思っております。それでは本日は以上です。